ミトライトハウス。ミトライトハウスは、茨城県水戸市南町三丁目に存在する、ライブハウス。ミトライトハウスは、スタジオ部分とライブハウス部分に大きく分けられる。2019年2月現在の店長は2代目で、ライトハウスの創業間もない頃から、バンドマンとして通っていた人物である。店長自らがブッキングを手掛け、音楽家として、 以前に同じ人と人としての関係を重視している。ライトハウス出身のアーティストにザ・バック・ホーン・やグーミーがいる。特にザ・バック・ホーンの山田正史と店長は、信仰が深く、二人で、茨城放送のヨカペラジオというラジオ番組のパーソナリティを務めている。1989年11月、水戸市の酒屋の地下の空きスペースを利用して開業した。当時の三戸は、 メジャーなバンドがライブツアーに来る街ではなく、地元の学生らのバンドがライブを開催していた。創業者は元ロックギタリストで、茨城県発のバンドが北関東レベルの大会でも上位入賞できない当時の状況を見て、練習や演奏の場を作りたいという思いから開業した。ライトハウスは練習、録音スペースを併設した茨城県唯一の ライブハウスとして受け入れられ、年間800組のバンドがライブを開き、水戸市内で最も若者が集まる場所と呼ばれるまでになった。1996年にライブハウスが都市計画の対象地に含まれることになったため、1998年に現在オーケ移転し、後に2代目店長となる人物が経営に関わるようになった。ライトハウスには東京から プロの音楽関係者が新人発掘に訪れるようになり多くのバンドが巣立っていったがその一方で夢破れて水戸へ戻ってくる若者もまた多かったライトハウスでは夢を追いかける若者を支援しようと1999年に自主レーベルライトハウスを立ち上げ CD の制作を開始した2004年より水戸ライトハウス感謝祭という入場無料の ライブイベントをほぼ毎年開催している。無料のイベントをきっかけに、ライブハウス未経験者を呼び込もうという取り組みである。2011年3月の東日本大震災の際には、8歳から1から2週間は営業することができず、落ち着いてきてからもキャンセルが、相次ぎ経営危機になった。そうした中で、ブラフマンが、旗が野菜生大学茨城キャンパスと題した。 ライブイベントを開催し、復興の契機を作った。2019年に開業30周年を迎え、同年7月より同じく30周年を迎えた、しばルクと共催で、関東ロード30周年スペシャルと題した台湾イベントを開催した。ありがとうございます。